バーン。怖え。それ考えてやってるとしたら闇だね。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。欲しいでん。オッケー。いい方いい方。オッケー。今日は今日カラフルですな。本日は僕のね関川都市伝説でございます。キュシャキュシャ。今回は樹海にまつわる都市伝説を。うわ。樹海ね。お話ししていこうと思います。はい。樹海は闇深いぞ。樹海に入ってはいけない理由って皆さん知ってますか？あ、マイクに。まあ普通にね、もう防御策とかも来るって出てこれなかった。まずはね。死者が多くて、はいまあ、やっぱ幽霊とかもいるし、まあ、普通に不気味。もう一つはさっきターボが言った通り、なんか磁波、磁波がもう乱れまくってて、方位磁石とか効かないんだって。うん、そうなんだ。効かないよマジで。強兵樹海なんかやってたよ、ね。俺、あマジで。電話されたやつあったよ。えマジで通じない。方位磁石でも電話全然あプツプツ言ってる。確かに。電源も通じないし、方位磁石もね。そんなの。そうだね。確かにマジで。まあでもあの時は多分ちょくちょくなんかその行ってる場所の跡みたいなのを残してたから、まあわかるんですけれども、もっと本当に入奥の方に入ってしまう。出てこれないということで、逆にその強みを生かしてっていうのがどんどん増えていくわけですよ、ね、まあ確かにね、そう人目につかないので、まあ今回はですね、そのが多い樹海っていう話をしたいわけじゃなくてですね、はい、あ違う、はい、今回は樹海で落としてきれなかった者たちが集まってできた集落っていうのが存在する。やんだ、あるの、そんなの、現存するんです、マジで。帰る場所もなくなって準備してました、もうそのままここで生きていこうっていう形で、集落ができている、樹海、樹海村みたいなのができてるわけです、まあ、一応これ Google のストリートビューでも集落っぽいのがあることは確認できるみたいな、マジ実話っぽいな、都市、ね、伝説だな、気になるな。そちらの画像ありますので、はい、ご覧ください。うわもうがっつりと村だね、しっかり集落になってる、超集落じゃない、あ、これがすごいな、うわ、すげえ、家みたいなのが密集してる、しかも綺麗に四角なんだね。今日はこちらの樹海村についてのね、都市伝説を話していこうと思います。おぉもう面白い、まずね、信憑性高いじゃないですか、あの画像が。はい、そうですね。ですけど、もっと信憑性上がることがありまして、はい、もともと樹海っていうのは、その場でサバイバルをして、生活をしている集団っていうのがいるみたいで、それと一緒に共存をしたんではないかっていう説なんですよ。なるほどね。元から何かあったわけよな、その集団のせいが。それがちょくちょくちょっとずつ大きくなっていっただけなんじゃないか。あー、なるほど。最初から何もないでさ、家とか建てるのは無理がある。なかなかの労働よ。仲間ができないよね、多分。絶対できない。たまたま同じ日にだとして、お、村作ろうぜってなるってことでしょ、まあ無理だよ。それでこの規模は無理だ。無理だよ。この樹海村と呼ばれる村なんですけれども、一応正式名称がありまして、上区一色村っていう。上区一色村。三家って言われる部族みたいな方たちが一応その場にいまして、その方たちが未遂で終わった方たちを呼びまして、仲間に入れてこうなったんではないかと。一応参加の一部の方たちは警察とつながっていたりもして、この村っていうのがもう黙認されている状態っていう説が噂がねあります。まあなんだろうね、ややこしいから、だからもう黙認せざるを得ないんじゃない。確かに戻るとこがない人たちが多いから、その人たちがなんか困り果てるなら、その村を黙認して、もうそこで生活してもらう。もう出家みたいなもんだね。そうだね。そうだな。昭和30年以降からは、もうその参加っていうのはほぼ見られなくなったんですけれども、まあ樹海村に多分いて、まあいろんな自殺未遂者の方をね、引き込んで大きくなったのではないかと。なるほど。多い時で800人ほどがその村に行ったりいると言われている。え、結構ね、かなりじゃん。800人だよ、ね、まあ、だいぶですね。で、実際にこの村に行ってみた人も結構いるんですよ、あ、興味本位でみたいな。そう、まあだからこの時点で樹海村っていうのが確実に存在するわけです。そうだね。うわー、絶対すげえ。今までまあちょっと都市伝説っぽく言ってましたけれども、もうこれは確実に存在します。じゃあもう、そうだね、もう例のやつやん。
そうです、例のやつですST あるあるのやつなんですけど一応行った人はね、皆さん口を揃えてもうアスファルトも塗装されてるし怪しい気配もない綺麗な集落みたいな、しっかりしてるで、中には丸々層とか普通になんか建物もある。あ、そうなんだ、ちゃんとしたとこなんだね。一応ちょっとね、樹海層とかやばい名前のとこもあるらしいです。あー、怪しいな。どんな層やねん、別に。なんでこんな村ができたっていう。いや、まあそうだよね。なんとですね、あの真理教が関わっていたとされています。あー、そうなの。はいはいはい。全然関連性なくない。まあまあまあ、まあ、要するに支部となってたわけですね、一支部。あー、はいはいはい。それが神喰式村という。真理教は多数の出家信者を移住する施設をこの地に建設し、製造など真理教事件を起こした犯罪の拠点となっていた。さらに村民の住宅から真理教が仕掛けたと思われる盗聴器が多数発見された。現在でもその神喰式村って書いてある看板とかも立ってるみたいで、まああるっちゃあるんですけれども、もう現在はどんどんね、ピームと一緒に衰退していきまして、7個ほど今宿やってるみたいなんですけど、他は全部もう閉店というか閉まっちゃってるみたいですね。なるほど。宿があるんだ。家ももうほとんど潰れたり、ちっちゃくなっている。あ、じゃあそこで管理しててしようとして、そこら辺さまようわけじゃん、うん、路頭に迷ってるから結構かかりやすいんじゃない、その線路とか。あー、なるほどね。あー、かかりやすいな。だからそこに正直頭がいいよね。あー、確かにね。逆に言ったら格好の元だもんね。あー、800人に膨れて警察とも繋がってるんでしょ。うん、あー、それ考えてやってるとしたら闇だね。すごいね、いろんな、ね、本当になんか都市伝説。いや、ほんとすごいね。シンプルに恐ろしいよ。いや、恐ろしい、マジで。なんかどん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 核に迫っていってるというか、ただの真実でしかなくなってきてる。あ、うん、で、この樹海村っていうのが知れ渡った理由っていうのもありまして、うん、はい、まあ、それは傘下が自分たちで大げさにこの話をしたんじゃないかと、噂を流したんじゃないかと言われています。うん、樹海そもそもが怖いやつ、こんな村もありますよと流すことによって、その傘下の一番大きな収入源が松茸なんですよね。あー、松茸、はい、その樹海に生えている、うん、その松茸を誰にも取られないように占領しようとして流した噂だと言われています。あー、なるほどな。うわ、国が洗脳したわけだ。そうです。だから怖い噂が飛び交っているんですけれども、実際はそんなことはない。ね、入ったら殺されるとか、うん、あの法律が効かないとかいう噂出回ってるんですけど、そういう事実は一切ないと。あ、ないね。あ、そうなんだ。だから俺はさっき言われるまだイルナキ村と一緒の村なんじゃないかと思いながら。そうだね、まあ、じゃないけどね。だから参加っていう部族がそのあれですね、あ、松茸取られないように流した。なるほど、頭いいわ。そらだからどんどんいろんな感じで大きく話が膨れ上がって、総じても怖いイメージになっている。なるほどね。まあ、ということで、はい、まあ、今言った一連の流れっていうのがね、はい、この村の真実というか、うん、まあ、核に迫っている部分ではあるんですけれども、はい、最後ちょっと綺麗めに話を終えたんで、怖いイメージがちょっと消えてる感じじゃないですか、うんうん、ですけどちょっと皆さん忘れないでほしいのは、もともと支部ですので、はいはい、今いる人ももちろんいるわけです、はい、その中の何割かは、信者であると。いやー、怖い。ということで、はい、やっぱ怖い。ちゃんと怖いマインドみたいなのを受け継いでますので、はい、この村に入って言動には注意していかないと、もしかしたら本当に帰ってこれなくなるかもしれません。うわー、怖え。信じるか信じないかはあなた次第です。おー、いや、怖い。怖い、いいね。興味深っ、これ。さすがです。素晴らしいな。いろいろ考えれる ね、 ね、まあ、怖い方の理由がどんどん集まって、それはガチなのが怖いよ。で、そこになんかさ、遊びに行ったみたいな言ってたじゃん、うん、普通の街だったって言われたでしょ。うん、で、本当わかんないんだよね、そういう、もう分かんない、もう見抜けないんだろうね。そうだ、踏み入れたらそこだったみたいな。そうそうそう、まあ、だから普通にそんないないんでしょ、人も。うん、うん、で、別に普通の人もいるわけでしょ。うん、ただ元の支部、元支部だったってことを考えると、誤った言動をすると、うん、何をされるかわかんないよねっていう。うん、こういう怖さがあるのか。おー、まさかこのなんたら疾風伝のつけてる人がこんな怖い話一番大事なとこがついてる、これなんたら疾風伝より、うん、その前だけ言ってくれれば大丈夫なのに、ね。別に疾風伝に限ったことではないから。樹海はどちらにせよ危ないところですので、あまり立ち入らないように気をつけてください。はい、はい、少しでもゾッとした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。
次のね、都市伝説でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。